どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、関東上空で巨大な火球が観測されるといったニュースについて掘り下げていきたいと思います。ではまずは、火球とは一体何なのかという話から簡単にしていきます。実は地球には毎日たくさんの小さな天体が落ちてきています。ですが、それらは大気とぶつかって高温を帯びて、地表に届く前に燃え尽きてしまう場合がほとんどなんですね。こうやって、大気圏とぶつかってすごい高温に帯びてるちっちゃな天体というのが流れ星の正体となってます。そしてそんな流れ星の中でも特に明るく火の玉のように輝いて見えるものが火球というふうに呼ばれたりもします。こういうふうに火球と呼ばれるのは見た人がすごく明るく火の玉のように感じたっていう主観的な基準がメインなんですけど、実際に科学的にはマイナス3からマイナス4等級よりも明るい、つまりは、どの惑星よりも明るく輝く流れ星というふうな定義があったりするそうなんですね。そして、そんな火球の中でも燃え尽きずに地表にまで届くものもあります。地表まで届いた場合は、その天体は隕石というふうに呼ばれるようになります。地球に突っ込んでくる天体が高温になるのは、その速度が秒速数キロメートル、もしくは十数キロメートルという想像を絶する速度でぶつかってくるからです。巨大な天体がこれだけの速度でぶつかってくる天体衝突っていうのは本当に恐ろしい現象ですね。そして、今日7月2日の午前2時32分頃、関東上空で巨大な火球が目撃されました。あまりに目立つ明るさと、それに伴う轟音を多くの人々が観測していたために話題となっていました。ツイッターでも非常に大きなニュースとなっていたのを、僕も寝る前にそれを気づいたので、ああこれは今日の動画決まったなっていう感じでしたね。で、著作権の関係上この動画内で未明に撮影された火球の実写映像を掲載することはできないんですけど、加賀谷さんという、有名な方が撮影した実写映像が YouTube 上で公開されているので、今再生中の動画の概要欄にそのリンクを記載しておきます。なのでそちらが興味がある方はその動画を見てみるといいと思います。で、今回の火球はなんと満月程度の明るさにまで輝いていたというふうに考えられています。急にそれだけ明るい天体が出現したともなるとですね、普通は流れ星っていうのは美しいはずなんですけど、そのレベルになってくるとむしろ恐怖心が勝ってしまうかもしれません。で、この火球の明るさと地球に1メートル以上のサイズの天体が接近していないかを監視することができるシステムに今回の火球の情報がヒットしていなかったということから、火球を形成した天体の直径は約50センチメートル程度だったというふうに考えられているそうです。実際地球全体でいうと直径1メートル級の天体は3日に1個程度、そして今回と同じような50センチメートル級の天体は毎日に1個程度のペースで地球の大気圏に突入しているそうです。ただ、地球の表面の7割が海、そして、残りの陸の中でもほとんどが人が住んでいない、もしくはほとんど人がいないような場所なので、関東のように人が密集している地域でこういった規模の火球が観測されるというのは非常に珍しい現象であるということになります。また今回の火球は、大気中で燃え尽きずに地表まで届いた、つまりは隕石であった可能性もあるそうです。それも含めて今回の衝突を理解するために天体の軌道の解析が今進められているそうなんですね。はい、そして今回落ちてきた天体も全体で見ると非常に大きなサイズではあったんですが、地球の歴史上ではもう今回のなんて比にならないぐらい絶望的に巨大な隕石が何度も落ちたことがあります。それらを、歴代で大きい順に上位4つまとめた動画をこの宇宙ヤバイチャンネルで過去に投稿したことがあるので、今再生中の動画の概要欄もしくは終了画面からその関連動画も合わせてご覧になってみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。